島高明は、千葉県桜市出身の元プロ野球選手。宇と右打ち。兵庫県宝塚市で出生後に、1歳から、千葉県桜市で生活。桜市立青、菅小学校1年時にユーカリベアーズジュニアコスモスで、軟式野球を始めると、6年時まで保守を務めた。桜市立井の中学校時代に桜市に会所属したことを機に、当主へ転校。 千葉県内の東海大一原防洋校に進学し、一年夏の第96回全国高等学校野球選手権、千葉大会では5回戦で登板している。チームが千葉大会の優勝によって甲子園へ出場したことから、背番号18番の控え投手として、本大会でもベンチ入りを果たしたが、登板機会はなかった。高校入学から1年で、 急速時速1 4 0トルを超え、2年生の秋には時速1 4 8トルを記録。3年時の春季千葉県大会では、通算投球イニング8回で無支給16、脱三振の好成績を残したことによって、チームを優勝に導いた。その後に出場した春季関東大会では、石岡第一高校との2回戦で、2飛安打、無失点。 毎回の10奪三振で9回完封勝利を挙げたことで一躍注目された。3年夏は、金久保優斗との2枚看板で勝ち進み、準々決勝は、早川隆久擁する木更津総合高校と対戦。金久保のリリーフで登板し、自身は2回3分の2を飛安打例で抑えるも、0から1で敗れた。その後、8月30日から台湾で開催されたアジア大会に、 U-18 日本代表として出場した。2016年の NPB ドラフト会議で地元球団の千葉ロッテマリーンズから3巡目で指名。契約金5000万円、年俸600万円という条件で入団した。背番号は40。2017年には一軍公式戦への登板機会がなかった。夏場に請球団へ陥った影響で、 イースタンリーグ公式戦でも3試合の登板にとどまったもののシーズン終了後に台湾で開催のアジアウィンターリーグでは同リーグ選抜チームの一員として参加12月6日の対社会人野球選抜戦に9円で登板したが支球を連発したため学生時代に投手として活躍していた外野手柿沢隆弘への交代を命じられた2018年には イースタンリーグ公式戦11試合に登板。勝敗はつかなかったが、通算投球イニング11回に3に対して、予試球数が12個に達するなど請求が定まらず、防御率は10.80に達した。2019年には、イースタンリーグ公式戦20試合に登板。防御率は2.00と、前年から大幅に改善されたが、 一軍昇格どころか同リーグ公式戦での初白星に至らないまま、シーズン終了後の10月3日に支配下選手契約の解除を通告された。球団からは育成選手としての再契約を打診されていたが、12月2日付で NPB から自由契約選手として公示された後に、同月7日に球団を通じて現役からの引退を発表。引退を機に、 大学への進学を目指すことも明かした。国学院大学が日本プロ野球選手会との協定に基づいて人間開発学部健康体育学科で実施しているセカンドキャリア特別選考に合格したため教職課程の履修を視野に2020年4月から同学科へ進学。スリークオーターの投球フォームからストレートとスライダー、カットボール、カーブを投じる。 本格はみぎ腕。ストレートの急速については、高校1年時で時速 140km を上回ると、2年時の秋には時速 148km を記録。さらに、3年時の春季千葉県大会において、私立船橋高校戦との3回戦で、自己最速の時速 153km を計測した。ありがとうございます。